バーモバーモ、テニスコーチのドッペです。今回は僕がアルゼンチンでテニスコーチを始めるためにどういうことから始めたのか話していきたいなと思っています。この動画はテニスコーチをするためではなく、例えば海外でテニスをしたいな、またはレッスンを受けたいなと思った時に、もしかしたら参考になるかもしれないので、最後まで聞いてくれたら嬉しいです。はい、皆さん、例えば海外でテニスをするときにどんな不安があるでしょうか。例えばどこのテニスクラブに行けばいいかな、テニス仲間が見つかるかな、ついていけるかな、いろんな不安がたくさんあると思います。僕もそうでした。僕もやっぱりアルゼンチンのテニスを日本で調べるときにほとんどインターネットでは情報を得ることができませんでした。そもそもアルゼンチンに行った友達もいなかったので、もうテニスになったらお手上げ状態でした。ここで僕は、現地に行って話をするしかなかったので、なんとか現地で模索をしながら前に進むことができたんです。はい、例えば皆さん、こういった悩みを解決するために SNS だったりとか Facebook、 またはインターネットのブログ、テニスアカデミーのサイト、ホームページであったりとかで直接メールをして、ダイレクトメッセージが返ってきて、一緒にやろうかというふうにアポイントが取れて挑戦していくという流れがあると思います。これが一番安心できると思いますし、しっかりとコネを作ることができると思います。僕ももちろんそれを挑戦しました。でも、メールが返ってくることがなかったので、なかなか日本ではコネを作ることはできなかったです。あと、日本のアカデミーに入っている方、育成選手とかだったら、海外のアカデミーとつながっていることがあれば、そこでレッスン生として留学をしたりとか、チャレンジをすることができると思います。でも僕はコーチとしてや選手として実績がなかったので、一人でチャレンジするしかありませんでした。そこで僕が現地でなんとかチャレンジをしていきました。もし皆さんが一人でチャレンジをする、友達がいない、そういったコネがない状態でチャレンジをするときに、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。はい、すいません。では前振りが長くなってしまったんですけども、本題に移りたいと思います。はい、では今日はこのメニューでお話したいと思います。はい、上からいきます。上から声かけ、次にアポなし営業、3つ目がコミュニティ、4つ目が人に夢を話すこと、5つ目が Facebook。 はい、では上からお話したいと思います。1つ目は声かけ。声かけは僕がアルゼンチンに着いてからもう最初の1週間も経たないうちにしていきました。なんとか先ほど申し上げた通り、声かけていく、話しかけていく、ネットワークを自分で作っていくことしかできなかったので、テニスコートに行ってテニスバッグを持っている人にどんどん話しかけていきました。すいません、テニスコーチの方ですか？僕今テニスコーチを勉強していまして、アルゼンチンでテニスコーチをしたいと思っています。もしよかったら見学させてくれませんか？いいよいいよ、大丈夫、一緒にやろうよ。こんな風に帰ってきましたので、ここでレッスンに見学させていただくことができました。結構こういった話しかけて皆さんが受け入れてくれて、見学することが多くありましたので、話しかけてみるのもいいのかなと思っています。そこで情報を得ることができたのは、一人のコーチはアルゼンチンテニス協会のコーチ認定証、コーチの資格を持っている方だったので、こういう情報からコーチになることができますよと教えていただくことができました。これは日本にいた時にも調べることができたとは思うんですけれども、どれがいいのか分からなかったので、やっぱり現地に行ってコーチに聞いて、身につくことができたのかなと思っています。はい、ではこうやって声をかけに行ってテニスをすることができましたし、初めて赤土のコートでテニスをすることができたので、これは本当に嬉しかったです。なのでこうやって皆さんにどんどん行動していって声をかけていくのも一つの方法だと思います。では2つ目、アポなし営業。アポなし営業というのは、これ仕事をしている方ならわかると思うんですけれども、どんどん訪問営業をしていって自分を売り込んでいく、自分の商品を紹介していくという方法があるんですけれども、これを僕は日本で行っていたので、これをテニスクラブに挑戦していこうと思っていました。そこで1つ2つと話を聞いていただけるクラブの方がいましたので、そこで僕の名刺のようなものを作って話しかけていきました。そこの1つの中で成功したのがこちらです。
こちらのクラブです。こちらのクラブ、ほんとすごいんです。ここでは、錦織選手が出場したアルゼンチンオープンという大会があるんですが、こちらのクラブで大会が行われていました。ここのクラブで僕が参加することができました。こちらのクラブのディレクターのコーチの方に挨拶をすることができて、僕の自己紹介をしました。先ほどと同じようにコーチがしたいというふうにお伝えしましたら、その方が名刺を差し出してくれて、そこで名刺の裏にメールアドレスを書いてくれました。じゃあ、履歴書を送ってくれというふうに言ってくれて、履歴書を送りました。そしたら、君の履歴書に興味があるから一緒にレッスンをしないかと言ってくれまして、その後週に2回から3回レッスンに参加することができました。これはですね、やっぱり話しかけてみるもんだなというふうに思いました。もしかしたらこれを日本にいる時にメッセージを送っても成功しなかったんじゃないかなと思っています。現地に行って話しかけてみて、何が起こるかわからないなというふうに実感しました。はい、では3つ目、コミュニティです。このコミュニティというのは、日本人の社会人サークルがありまして、これを日本人の方々が紹介してくれて、そこにじゃあ入ってみたら何か情報が聞けるかもしれないよと話してくれまして、そこで僕が週に1回練習をしたりとかゲームをしたりすることが多いんですけれども、そこに参加をしていろんな人に話を聞くことができました。もちろんそこで練習することもできましたので、上手い人もたくさんいました。こういった形でなんとか現地に溶け込んで、日本人の方々と仲良くなって、テニスができる環境があったら、もう現地の人だけじゃなく、日本人と一緒にテニスをする。そういうところの方が、もしかしたら情報が早いかもしれないです。積極的に入っていきましょう。はい、では4つ目。4つ目ですが、人に夢を話すこと。人に夢を話すこと。こちらは僕は、ある企業に勤めていたんですけれども、こちらの企業の責任者の方が、僕がテニスコーチをこれからやっていきたいんだというふうに話しかけたら、その方がテニスコーチの知り合いがいたので、そのテニスコーチを紹介していただきました。この人だけじゃなく、いろんな人に僕はアルゼンチンに来た目的、夢を話しかけていきました。いろんな人がですね、協力してくれて、コネクションを作ってくれて、テニスコーチを紹介してくれたので、人に夢を話すというのは本当に重要だなと思いました。これは恥ずかしがらずにやっていきましょう。もう、馬鹿にされてもいいです。馬鹿にされてもいいので、とにかく自分の思いを話すこと、これが大事だと思いました。そしたらみんなが助けてくれます。協力してくれます。これは大事です。紹介してくれたテニスコーチの方のプライベートレッスンにまた参加することができまして、先ほどお伝えしたクラブとはまた別にプライベートレッスンの参加をすることができました。こちらのプライベートレッスンはしばらく続けることができまして、そこでいろんなコーチの仕方だったりとか、または一人でレッスンも行うことができましたので、ここは本当に勉強になりました。ぜひ皆さん話しかけて、そして夢を、思いを伝えていきましょう。はい、では5つ目。5つ目は Facebook。これはテニスコーチというよりかは、テニスをするために、テニスのつながりを持つために、たまたま僕の Facebook に現地のブエノスアイレスのテニスのボランティアがあるから参加を募ってますというような Facebook の広告がありました。これはもう参加しようと思いまして、ダイレクトメッセージを送りました。先ほども日本にいる時にメッセージを送った方がいいというふうにお伝えしたんですけども、現地にいてすぐに行動ができると思ったので、メッセージをまた送りました。そしたら責任者の方が僕にまたメッセージを返してくれて、待ち合わせをすることができて、小学校であったりとか、いろいろな場所にテニスを教えに行くというボランティアに参加することができました。これはテニスのコーチをするというよりかは、テニスを通していろんな活動に参加ができるというのも一つの勉強になりましたので、この方法もいいのかなと思っています。Facebook もぜひ皆さんトライしてみてください。はい。今回僕が一番この動画でお伝えしたいことは、行動力です。行動力。2回言いましたけれども、今回この行動したことによって、いろんな人が助けてくれましたし、いろんなコネクションを作ることができました。日本にいたら、まずこんなことはできません。インターネットでメールを出してつながることはできるとは思うんですけれども、行動して自分のことをアピールして顔を見てもらって、初めて信用してもらえるし、信頼してもらえると思っています。
この熱意であったりとかをアルゼンチンの方々は受け入れてくれて、僕を前に進めさせていただきました。皆さん、もし海外に行ったら、ぜひ少しでも一つでも行動してみて、運を自分に呼び込んで目標を叶えていきましょう。最後までご視聴ありがとうございます。今日の動画はここまでにします。もしこの動画が良かったら、グッドボタン、登録ボタンもよろしくお願いいたします。それでは、チャオチャオ、バイバイ。